今日の動画を見るだけで剣道を習うメリットが100個わかります。百秋武道具店の動画。うちの子が剣道やりたいって言ってるんですけど悩んでます。剣道やったらなんかいいことあるんでしょうか。誰か教えてください。そういうことならね、私にね、おまかこんにちは、百秋武道具店の上です。やってますか。おー、今日の動画は剣道を習うメリットについてです。これから剣道をやりたいな、どうしようかな、一回やめてたけどまた剣道を再開しようかなっていうね、ちょっとでも剣道に興味がある人向けの動画です。もうすでに剣道習ってるよって人はうんうんってうなずきながら聞いてくれると嬉しいです。今日の動画を見るだけで剣道を習うメリットが100個わかります。まあ、正直ね、ごめんなさい、正直言うと100個は大げさです。もう僕も何日もかけてこうメリット調べたんで、例えばコロナ禍で1個だけでもね、あ、これいいなって思うのがあったら、もうぜひ剣道始めましょう、一緒に。僕はみんなと一緒にやりたいです。剣道を始めるメリット、1、友達や仲間ができる、一番大事です。2、自分を高めてくれるライバルに会える、さらなる上を目指せます。3、頭が良くなる、剣道を始めると頭が良くなるっていう、そういう本が出てます。4、指示待ち人間ではなく自分から積極的に行動できるようになる、積極性ってやつね。5、礼儀作法が身につく、我々親が剣道の先生に求めるやつね。6、自分で竹刀や防具の取り扱いができるようになる、親に頼んでやってもらうんじゃないよね。7、精神力が鍛えられる、武道の魅力です。8、声が大きくなる、元気いっぱいハキハキと。9、運動量が多いので夜はヘトヘトになってぐっすり眠れる、まるで赤ちゃんです。10、大きな声を出すのでストレスがなくなる、仕事のストレス解消になります。11、相手を打って逆に感謝される、打って反省、打たれて感謝ってやつね。12、運動神経が悪くても強くなれる、これは本当です。13、剣道着や防具がかっこいい、ビシッと着てるとかっこいいよね。14、剣道の世界には素晴らしい先生が本当にいる、いや多分びっくりします。15、昇級審査や昇段審査がどんな人にも励みになる、試合だけじゃないです。16、内申書に剣道2段とか3段とか書ける、中学生のみんな受験に有利。17、集中力がつく、これは大人になってからも一番欲しいものです。18、稽古の後のビールが美味しい、大人の特権。19、日本の伝統文化を味わえる、まさに侍。20、漫画鬼滅の刃の影響で今剣道をやる人が増えている、僕は千葉哲也の俺は鉄平っていう剣道漫画が好きです。21、とにかく奥が深い、ハマる人ほどハマります。22、年を取ってもできる、体力が落ちても今度は精神力で稽古ができます。23、結果おじいちゃんが最強、年を重ねるのが楽しみになります。24、体幹が鍛えられる、姿勢が良くなる。25、剣道なら体格差を乗り越えられる、体が小さくてもびっくりするぐらい強い人います。26、女子でも男子に勝つことができる、女子で強い人本気で負けます。27、剣道をやってるなんてすごいなと褒められることがある、知らない人から褒められます。28、他のスポーツに比べて事故が少ない、よかったらグラフ見てください。29、反射神経が身につく、ゲームも得意になるかな。30、忍耐力がつく、剣道では自分に勝つことを大切にしてます。31、団体戦ではチーム精神が身につく、5人で試合に出る楽しさ。32、雨や雪が降ってても稽古ができる、天候に左右されません。33、今は昔ほど防具が臭くない、清潔第一。34、相手や目上の先生に敬意を払うことを覚える、ピリッとした空気。35、挨拶ができるようになる、挨拶は社会に出てからも大切です。36、姿勢が良くなる、猫背が治る。37、試合で実力を試すことができる、知らない人と試合するなんて楽しいです。38、全国や世界に愛好家の人が多いです、たくさんの人やってます。39、一度辞めててもいつでも再開できる、僕も13年のブランクありました。40、どこの道場でも気持ちよく受け入れてくれます、剣道の世界はどこもウェルカムです。41、才能や運動神経じゃなくて地道な努力が結果につながる、センスよりも基本に忠実な子が結局強くなります。42、昔剣道やってた親が意外と多い、親が子供にやらせたい。43、中学校や高校の授業で選ぶと有利になる、授業で剣道があるとか得だよね。44、へこたれない根性が身につく、かかり稽古で鍛えられます。45、正義感が強くなる、卑怯な勝ち方は嫌われます。46、剣道の頑張り屋さんに不良やヤンキーが少ない、
剣道やってて悪いことやってるとなんか逆にダサいです。47、意外と社会に出てからも剣道をやってたことがプラスに評価されることが多い。上司の人がやってたりします。48、稽古や試合で思い出ができる。みんなと遠征行ったりします。49、剣道をやってると意外と異性からモテる。本当です。50、世界で250万人が剣道をやってるみたいです。僕も海外に剣道やってる友達たくさんいます。やっと半分です。ここから後半戦。51、感謝の心が身につく。剣道は対人競技なので相手がいないとできません。52、ある程度剣道強い子っていうのは頭もいい。これは勝手な意見ですけど、なんか進学していく先とかそんな感じです。53、警察官や教員など公的な職に就くに有利。そりゃそうですよね。54、相手との距離、ソーシャルディスタンスが分かるようになる。剣道では間合いが一番大切です。55、良い剣道具は20年30年と使える。一見高そうな防具だけど実はめちゃくちゃ長持ちです。56、日本一難しいと言われる8段の審査というのがあります。弁護士試験よりも難しいらしいです。57、多くのタレントや有名人が剣道の経験者です。吉沢亮さん、木村拓哉さん、草なぎ剛さん、飛鳥亮さん、渡辺正行さん、チャン・カワイさん、ハンニャ・カフレザさん、月亭方正さん、牧田スポーツさん、松坂大輔さん、孫正義さん、橋本龍太郎さん、森田健作さん。58、3世代で真剣勝負ができる。孫には本気で負けません。59、何歳からでも始められる。僕の通ってた道場では73歳から始めたおばあちゃんがいました。60、出張で海外に行っても稽古ができる。海外にいる日本の方で剣道されている方もたくさんいます。61、プレッシャーや緊張を跳ねのけることを学べる。自分に勝つことを国旗心って言います。62、協調性が身につく。自分一人では勝てないことを知ります。63、自分に厳しくなれる。怠けたい、休みたい、そんな時どうするか。64、全身白の剣道着袴がかっこいい。男の子でも着てるとかっこいいよね。65、道場で習うにしても比較的月謝会費が安価。剣道の先生はボランティアでやってる先生が結構多いです。66、少年剣道の場合は防具とか剣道着袴、意外とレンタルしてくれるところが多いです。思ったより費用がかからない。67、勝つ喜び、負ける悔しさを知ることができます。負けて強くなる。68、上下関係を学べる。社会に出た時役立ちます。69、ブランク再開してまたやった人ほどハマります。昔と違った剣道に感じられます。70、暴力的な見た目とは真逆の洗練された競技。見た目と実際のギャップがすごいです。71、一度稽古しただけで友達になることがある。剣道では貢献試合って言います。72、小さい子がやってると本当可愛い、親目線。73、剣道部って一見お金かかりそうだけど実はそのスパイクの買い替えとかグローブの買い替えがないので他の部活とあんまり変わらない。しかも中学から高校に持ち上がって使える。74、剣道対薙刀とかの異種格闘技戦があったりする。全日本演舞大会っていう京都の大会でね、剣道と薙刀のトップクラスの先生が戦ったりしてます。75、日本だと柔道の10倍ぐらいの人が剣道やってます。剣道人口まだまだ多いです。76、全国に道場があります。世界にも道場があります。始めようと思ったらいつでもできます。77、世界大会には56カ国からの参加があります。本当オリンピックみたいです。78、剣道やってると日本大好きな外国の方に会うことがあります。びっくりします。79、就職するときに履歴書に段位を書ける。普通免許とかそういうのに並んでね、剣道の段を書くと。80、他のスポーツではありえないが本当に老若男女一緒に稽古をすることができる。体格差、年齢差がない。81、講談社になれば細かい動きにも気を使う美意識が身につく。立ち姿、構え。82、綺麗事じゃなくて勝つことよりも大切なことを学ぶ時が本当にある。だから愛好者が多い。83、リーダーシップが身につく。やっぱ剣道好きな子が多い。84、いろいろアドバイスしてくれる教え好きな先生が多い。優しい先生も多い。85、審査や試合で1本取った時の感触が忘れられないことがある。手に感触が残ってます。86、どんなに自分勝手に打っていっても当たらない不思議な感覚。相手のことを考えないといけません。87、塾やゲームばかりの子供たちの運動解消。やっぱり体も動かそう。88、剣道には近代オリンピックよりも歴史が古い全日本演舞大会っていうすごい大会がある。僕も参加するのが夢です。89、多少の痛みに強くなれる。周りから見たら痛そうでも本人そんなに気にしてない。90、令和のこの時代に袴を履くことができる。やっぱかっこいいよね。91、日本剣道型がある。段位を受ける人は必ず練習します。92、ちゃんと目を見て話ができるようになる。大事なことだよ。93、品格が身につく。ただ威張ってるだけの人は相手にされません。94、
姑息な勝ち方を認めない空気がある。剣道ではいくら1本入ってもガッツポーズしたら取り消しです。95、人に教えることで自分が成長できる。宇賀先輩かっこいい。96、理屈抜きでかっこいい。これ嬉しいね。97、100万円ぐらいするものすごく高い防具が本当にある。剣道具っていうのは伝統工芸品です。98、いろんな銅がある。本当のサメの皮で作ったような銅もあったりします。99、商業主義から独立している。剣道具とかこういった企業のスポンサーマークとかがまだついてないってことね。100、いよいよ最後です。未だスポーツ化されてない最後の砦の武道であること、そして剣道は固くなに武道のままいようとしていることです。企業が剣道を始める100のメリットになります。もう僕は出てこないです。出てこない。もうだって同じの何個かあったでしょう。もし他にあるんだったらコメントで教えてください。みんなと一緒に剣道が始められたら嬉しいです。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。